はい、どうも、こんにちは。ということでね。辛いね、本当に毎日毎日。んなんマジ鬱になっちゃうよ、こんなん毎日毎日さ。こんなんマジ鬱になる。他人のことをブロックさせるにって性格悪くないですかね。お前だろ。性格悪いのはお前だろ。ねえ、明らかに客観的に見て、お前が俺に対してね、誹謗中傷コメントを連発してんのがわかんない。それは普通の感覚だったらブロックしたらいいんじゃないのって言うだろ、それ。そんなことをお前は分かった上で、ね、自分に非があるのを分かった上で、ブロックさせるように言って性格悪くないですかねって、ね、ブロックするのは性格悪いとかっていうお前の主観を押し付けて、ね、人を悪く言うっていう、お前ね、100%お前に非があるのも心の中で分かってんだろ。お前だよ、性格悪いのは。バカじゃねえの、マジ。一番自分でも分かってんだろ、お前性格悪いのは。ねえ、人のことじゃなくお前のことだろ。もう配信やめようかな。もう疲れてきた。もう疲れた。もうやだ、こんなやりたくもない配信毎日毎日撮るの。やりたくねえ、こんなの。苦痛でしかない。ああ、きつい。やりたくねえ、こんなの。もうダメだ、きつい。
いや、あのね、ふわっちでアホみたいに稼いでるやつはね、まだいいと思うんですよ。だってお金がドカってきたらさ、アホみたいに来たらさ、それが活力につながるやん。配信の。本当にマジで。月何百万とか稼いでるやつはマジでもうお金だけでもうやる価値があるからね。そんだけとんでもない金額が来るんだったら、いや俺もさ全く来てないわけではないけど、厳しいわ。もう全然お金貯めれないし、これぐらいの稼ぎだと正直。あ、道上さん、熊さんに声さ、慎吾さんはいくら稼いでる。いや、もうきついですよ、ほんと、今年は。今年はもうほんと、一気に落ちた収入、ガチで。ガチで一気に落ちたからね。コロナのせいとかじゃない。純粋に投げる人がいなくなっただけ。ただ投げる人がいなくなっただけよ。何回も言ってるけど、今稼いでるやつだって投げ銭でね。投げる人がいなくなったらおしまいよ。それと一緒よ。だって昔なんてさ、それこそイベント最終日とかの時とかさ、ギリギリの時間の時とかさ、あれよ、花火換算、花火10発ファンタスティックみたいなのが、もうそれこそ何十連発とか来るレベルだったんだぞ、昔なんて。マジで。本当にもう、ファンタスティックがもう何十連発って来るレベルよ、昔は。今なんて花火ファンタスティック1個レベルが、ほぼ見ないよ。もちろんその連続で投げてくれてファンタスティックっていうのは全然あるけど、全然っていうか、まあ、たまにあるけど、でもさ、それがさ、花火ファンタスティックレベルがさ、何十連チャンとか来たらもう一瞬でドカってくるじゃん。一瞬で大金がドカって舞い込んでくるんですよ。で実際まあ今のふわっちでもうそんだけ投げられてる人はいると思うんですよ。そのほんと、マンスリートップ層とかね。昔の俺レベルに、いや、むしろ昔の俺よりも稼いでるやつもいると思うけど、そういうレベルの人っているじゃないですか。だからほんと投げる人いるかいないかですからね。特米の方、トロピカルジューサーです。ありがとうございます。あ、どうも、こんにちは。ユッケ飯食おう。ユッケ飯か。これは先がない。いやー、ふわっちだけだと絶対先はない。これ、まあ、ずっと言ってるけど、それは。絶対ふわっちだけでは将来一生は食っていけないよ。間違いなく。まあ、お金の話っすね。まあ、ナイスでも取れ。いや、ナイス取れないもん、俺。押してくんないんだもん、全然みんな。あ、ハートどうも。ナイスなんて押してくんないじゃん、みんなだって。何回も何回もナイス過去にやったけど、もう全然押してくんないから無理、絶対。ファンタの話。ああ、まあ、ファンタっていうか、まあ、投げ銭の金額というか。いや、なんか昔は、なんか、なんだろう。なんか花火のファンタスティックレベルのやつが、その、イベントのなんか最終日のギリギリとかになると、マジで、なんか昔の俺の配信してる人は分かると思うんだけど、俺がすごい稼いでた時なんて、マジでその、花火ファンタスティックレベルの、その、なんていうの、イベントアイテムファンタスティックみたいなのが、もう本当何十連発とか、バーってきたのよ。で、そうするともう時給えげつないじゃないですか。で、なんかさ、まあ、
まあ俺ね、最高300万とか月稼いだって言ったけど、まあ、でもそれレベルに今、ふわっちでもマンスリートップ層は稼いでるやつもいるし、なんだったらその時の俺以上に稼いでるやつもいるから、本当なんかもう、なんていうの、あれ、マジでこう、なんていうの、本当投げる人がいなくなら終わるっていう、まあ、もちろん俺はね、当時から、そのめっちゃ投げられた当時からこんなの絶対続かんと、今投げてる人がいなくなったら終わりだって、その理解はでき、理解っていうか分かってたし、俺ずっと配信で言ってたけど、なんかね、すげえ言われたもんだって、当時めっちゃ稼いでた時。セキシンゴすげえなとか、うおーとか、すげえカリスマ配信者みたいな感じでコメントで結構言われたもん。セキシンゴってこんな稼いですげえなみたいな。天才みたいな感じで言われたけど、でも俺はね、なんだろう。ずっと言い続けたから、いや、こんなの投げてる人がすごいだけで、こんな俺の価値ない配信にお金投げてる人がすごいだけで、俺は何もすごくないっていう。これ言い続けてたからね、俺、その時から。そしたらみんな、なんかそしたらコメントで謙虚だなとかって言うんだけど、本当に俺別に謙虚に言ってるつもりなくて、それ。本当に、ちゃんと自分のことを、配信のことを分析して、思ってること言ってるだけなんで、別に自分が謙虚だから、こう、謙虚に見せたいから言ったとか、謙虚ぶりたいとかっていうのは本当これっぽっちもなくて、俺ってほらなんか自分が分析したことを言いたがるから、本当ただそれだけなの。ただ思ったことを言っただけなの。なのになんかみんななんか、まあ要するに、なんか俺が稼げてすごいよ、稼げてる俺がすごいみたいな風に言ってきて、で、それを俺は思ったことを言っただけなのに、投げてる方がすごいだけだって言ったのに、それをなんか謙虚だなとかって受け取るし、みんな。いやいや、俺はただ別に思ったこと言ってるだけなんですけど、みたいな。そんなやりとり昔してたんですけど、よく。そんな時代もあったよ。まあ、世の中の人ってさ、あれだもんね。なんか、お金稼げる人、お金稼げることを、お金稼げる人のことをすごい評価する世の中じゃん、今の世の中って。逆に、なんかほんと人よりもずば抜けてる才能を持ってても、その才能でお金が発生しなければ、なんかその才能って結構評価されにくいんだよね。お金が評価、お金が稼げる能力を持ってる人が評価される世の中になってるけど、別にお金をそれマネタイズしなくても、マネタイズできなくても、もしくは。なんか素晴らしい、なんか才能とか能力持ってる人って絶対いると思うし。それお前の主観。あ、ちなみにこれは、僕の、尊敬してる BNS さんが言ってたんですよ。ちなみに。これちなみに僕の主観じゃないですよね。200億ね、株で160万を元手に200億以上稼いだ BNS さんがこれ言ってた。なんかみんなからそんなね、大金稼いで株で、なんかもてはやされて天才だとかなんか言われてて。で、その BNS さんが言った言葉なんですよ。なんか世の中は、なんかお金稼げる人がすごいなんか評価されてるけど、別にお金とか、稼げない人でも、なんか素晴らしい能力を持ってる人がいて、で、その人たちのことを、なんか世の中の人はただ評価しないだけみたいな。評価につながりにくいだけみたいなことを言ったんですよ。で、それね、まずその、言ってる人がとんでもない金額を稼いでる人だから、なんかすげえかっこよく聞こえるし、まあ、言ってることめっちゃわかるし、かっこいいと思って。まあ、僕の憧れてる人の、まあ、俺の中で名言ですね。格言っすよ。お昼食べてないっす。ルナコイン持ってるけど全然上がんねえよ。もうルナコインなんか売っても買ってもいないよ。もう放置してる。もうなかったもんだと思って、もうずっと持ってるから。もう、全然上がんないっすよ。あきちゃんさん、トロピカルジューサーだっす。いや、なんか食いたいけどね、ろくなもんないだろうからね。マックのあれ美味しかったな。マックのフィレオフィッシュのやつ。昨日じゃない、2日前だっけ？やったやつ。
マックのフィレオフィッシュのマスタードソースかけるやつ、かけるっていうか、つけるやつ、つけるっていうか、中に入れるというか。あれ、マジで美味しかったよ。あれ、また食いたいな。俺さ、フィレオフィッシュってそんな好きじゃなかったんだよね。わかります？なんか、あんま合わなくない？なんか、魚と。あと、魚フライとなんか合わなくない？パンっていうかに、バンズに。やっぱ、バーガーは、やっぱ、ビーフのパティでしょっていう。わかるよ。最初そう思ってたの。全然マッチングしてないやみたいな。でもね、結構フィレオフィッシュをちょくちょくたまに気分転換に食ってたら、だんだんうまく感じてくるのよ。あとね、俺が多分ね、年取ったからっていうのもあるかも。いや、これはそうそう、そうそう、年取るとうまく感じる。わかる、それめちゃくちゃ。多分それなんかもしんない。味に慣れてきたのと俺が年取ってきたからかもしんない。そう、やっぱビーフが美味しいじゃないですか。どう考えても、ハンバーガーって。俺もそう思ってた。そう思ってたんだけど、まあもちろん今も一番はビーフの方が美味しいと思うけど、フィレオフィッシュが今さ、多分年取ってきたからだと思うんだけどね。あと結構たまに食ってて慣れてきたんだと思うんだけど、今結構うまいからね、普通に。なんかさ、ほら、言うじゃん。なんか焼肉とかもなんかこう、脂っぽいカルビよりもさ、なんか脂がないロースの方がね、年取ると好きになるって言って、そんな俺信じられなかったもん、ちっちゃい頃。いやいや、脂たっぷりのカルビが一番うまいわって思ってたのに、俺今、確かにカルビよりもロース食いたくなる時めっちゃあるからね。そう、なんかだんだん脂物がちょっと受け付けなくなってくるんです、脂すぎるやつが。多分それと一緒なんですね。ビーフよりも多分フィレオフィッシュの方がどっちかっていうと軽いじゃないですか。揚げてる分ちょっと重くなってるかもしれないけど、でも中がもう言うても白身魚だから。やっぱ肉より魚の方が軽いしね、その素材自体は。そういう感覚だと思うんだけど、そういう感じだと思うんだけど、なんか今マジでフィレオフィッシュ、今結構好きよ。結構好き。いや、俺、あれ、若い時カルビ飽きなかった、全然。てか、むしろカルビ以外食いたくねえぐらいだったよ、マジで。昔なんて、いや、ロースなんかこの脂身何もなくて、これ何がうまくて食ってんのって。で、あとステーキ屋とか行ってもさ、なんだっけ、あれ。フィレステーキって、脂身がないところなのに、むしろ脂身があるところで高いじゃん。あれ、意味がわかんなかったからね。ちっちゃい頃。マジで。いや、脂身がなくて美味しくないのに、それなのに高いとか、バカなんじゃないのと思ってた。どう考えても、脂身のあるところが安いし、美味しいし、こんなん頼むやつバカだぐらいに思ってたから、マジで。いや、タンも大好きですよ、今。昔はなんかタン、まあ別に普通だったけど、そんな特別好きではないけど、まあ普通ぐらいだった。今はタン大好きですね。俺一番好きなのは多分タンかもしれない、部位は。今下手したら。タン塩とかね、めちゃめちゃ、なんか、普通の人ってタン塩最初頼んで、その後なんかカルビとか、そういうロースとかそういうの食い出すじゃん。俺なんて、まあもちろん最初にタン塩頼むのは当たり前として、で、またカルビとか頼んで食っても、またタン塩頼むんですよね。で、一番最後にタン塩食うんですよ、さらに。わかる？そんぐらい好きですから。でももちろんタン塩だけじゃなく、あれよ。そういうなんかカルビ的なのもまあ食いたくはなるけど、多少は。まあやっぱ、一通りつまみたいじゃないですか。そう、タン三昧っていうの、それね、あれですよ、あれ、あそこ。それ俺いつもなんか頼んでたよ。あそこで、タン三昧っていうのがあるのよ。なんだっけ、あれ。安楽亭でタン三昧ってやつがあって、いろんなタンの、なんか多分おそらく、安楽亭に置いてる全種類のタンが入ってるのかもしれないけど、なんか、いろんな種類のタンしか入ってない、なんかこう、一皿の、なんかでっかい、タンの3人前ぐらいあるやつかな。あれ頼んだりした。
でもなんか安楽亭に行くとさ、なんかちょっと頼んだだけで、なんか食べ放題頼んだ方がお得だから、うん、なんか単品で頼むことあんまないんだけど、丹山米ってのが安楽亭あるんですよね。あれ結構食ってましたもん。でも丹だけだとさすがになんかちょっともっと他のも食いたいから、丹山米頼んで、あとはなんかそのまあカルビとかロースでもいいんだけど、そういうのちょっと一皿か二皿ぐらいみたいな。まあでも大体食べ放題の方行っちゃうけど。丹山米。安楽亭でも安いやつは正直そこまで美味しくないっていうか、むしろかなりあのレベル低いんですけど、でも高いやつは本当美味しいですよ普通に。あ、出てこなかった、メニュー検索したら出てこなかった。いや、安楽亭の一番安い肉は結構やばいよ。なんか色とかもなんか普通に悪いし、めっちゃ、なんかペラッペラだし、まあそれはしょうがないよね。だってさ、あれ500円ランチ、ワンコインランチとかやってんだよ。500円で肉とご飯とスープとなんかサラダとちょっとしたデザートみたいな、まあ本当に大したもんじゃないけど、で肉の量もそんなないしね、当たり前だけど、そこに出てくるような肉だから、本当に安い肉はマジで全然あれですよ、全然よ。でも高い肉もあるのよ、その安楽亭の中に。そう、でも安楽亭って美味しくないとか色が悪いとか結構言われるけど、それってみんなが安いやつしか頼んでないからなの。もう安さだけに特化した感じじゃん。だってどう考えてもその価格でさ、どう考えても安さだけ特化してるのがもう分かるやん。安楽亭美味しくないとか言ってる人はマジ安楽亭のちゃんと高いやつ頼んでから言ってほしいね。それはしょうがないじゃん、値段そうでしょ。しかも肉なんてさ、もうなんか味付けとかでなんかそういうものよりもさ、その肉の質っていうかが重要じゃん、焼肉って基本。それはね、焼肉うまく食おうとしたらそれなりに高いね、あのにその食材の肉じゃないとダメなわけだから。そう、ちゃんと安楽亭の高いやつはマジで美味しいからね、ちゃんと美味しいっすよ。マジで美味しいっす。安楽亭久々に行きたい気もするけどね。まあでも俺安楽亭でもそこまで行ったことないですけどね。俺ね、あれなのよ、なんかね、昔ね、あ、アナキンさん 5個アダス KP。俺、何歳だったかな。俺多分24とか27、8ぐらいまで、結構大宮行ってた。ああ、違う、もっと前だわ。そうだ、車持ってなかったんだもん。だから電車で行ってたんだもん。そうだ、もっと前だ。ああ、じゃあ配信始める前か。配信とか始める前だな。あ、配信を始めた時も大宮行ってたか。まだ免許持ってない時。そうだ。で、免許取ったのが多分25ぐらいだから、そうだ。これ多分22ぐらいから24ぐらい。いや、24ぐらいまでかな。22ぐらいから24ぐらいまで、電車で大宮結構行ってたんですよ。なんかね、それ以前は、なんかこう、結構行っても熊谷ぐらいまで。てか、熊谷が遠いとこみたいなイメージだったんだけど、東京とか結構行くようになってから、なんか大宮がそこまで遠く感じなくなって、で、新幹線の存在を知って、熊谷からね、
いや、新幹線っていう乗り物してたけど、熊谷から大宮まで新幹線出てるんだっての、最初気づかなかったんですよ。アバカだと思う。そう。いや、でもね、やっぱ感覚なんですよね。なんか本当に、その前に結構東京行くようになってから、東京よりは大宮近いから30キロぐらいだけど。だからなんか昔よりその大宮が遠く感じなくなって、そう。で、なんか新幹線とか使えばさ、その熊谷から16、早いやつだと16分とかで行けるのよ。一駅だから。16分から20分ぐらい。なんか乗る新幹線によってちょっとだけ違うんだけど、数分。そう。だから、結構ちょくちょく大宮行ってたんですよ。まあ、ちなみにこっから熊谷まで、1時間ぐらいかかるんですけどね、電車で。で、ちなみに秩父線はね、本当時間が悪いと、本当1時間に1個、1本ぐらいしか電車来ないんで。でもまあそんなんでちょくちょくっていうか結構行ってたんですよ。大宮。で、何しに行ったかっていうと結構パチスロ打ちに行ってたんですよね。で、ほんと毎日のように行ってた時もあるし。で、大宮で結構南銀のとこうろうろして、で、南銀のところに、なんかね、こう、階段、なんか下に1階がパチンコ屋になってて、多分今もう潰れちゃって、今カラオケ屋かなんかになってると思うけど、1階がパチンコ屋で、で、2階こう上がるとこがあって、2階上がると、安楽亭とキャバクラが何店舗かあるんですよ。で、そこのなんか安楽亭でよく食ってたんですよね。そう。そうなんですよね。そこの安楽亭でよく食ってたんですけど、まあでも、安楽亭自体、そんなめちゃくちゃ行ったわけでもないですけどね。そんな、なんていうの、そのピンポイントでっていうか、なんていうの、ピンポイントでその2年間ぐらい結構行ってたってだけで、その、俺の生、ちょっと説明下手だけど、説明下手だったけど、生涯で考えたら、まあ俺36歳ですけど、そう、その2年間に結構ある程度行ってただけで、その2年間以外はそんな行ってないんで、そうそう、生涯で考えたらそこまで行ってないんだけど、2年間はある程度重点的に行ってたんで。まあ重点的にって言ってもそんな毎回毎回でもないけどさ。それなりに結構多くは行ってたとは あ、厚木役行こうか。そうなんですよね。近くに安楽亭はね、近いって言えるか分かんないけど、多分こっから40キロぐらいのところにはある。こっから車で40キロぐらいかな。30キロぐらいのとこかな。30か40ぐらいのとこ。30キロぐらいのとこもあったかも。あ、そうだ。群馬の方多分俺あんま行かないですけど、群馬の方に確か30キロぐらいのとこある。で、もう一個俺が道分かる方は多分40キロぐらいだと でも俺結構安楽亭好きだけどね。結構安楽亭好き。なんだろうな。なんで好きなのかな。まあ結構安楽亭美味しくないとか言う人いるけどさ。あ、次は行きましょうか。安楽亭で配信したことないんじゃないですか。だって電話されるからね。多分一度もないと思いますよ。あ、次は行きます。安楽亭普通に高いの美味しいですから。